はこちらです。今日は3月9日ということで、こういったラインナップです。今日はありがとうを言いましたかといった内容です。言った、言っていないからお答えください。どうですか？普段ありがとうって意識せずに使っている言葉かなって思うんですよ。日常に溶け込む言葉で、あれ今日言ったっけって思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、当たり前にありがとうと言っている方は、例えばこうレジの店員さんにありがとうってお伝えしたりとかしている方も多いのではないでしょうか。私も今日は多分一発目はレジの店員さんにありがとうございますって伝えましたね。どうですか、皆さんは今日のありがとうを言いましたか。ということで、ぜひツイッターにコメントも、どんなありがとうをお伝えしたかについてもお寄せください。 QR コードか、もしくはツイッターの、ね、アカウントからリプライでお送りいただければと思っております。あ、娘に言ったよといったコメント、いいですね。ご家族に伝えるっていうのもいいですね。コンビニで必ず言ってるなと。あ、身近な方ほど感謝の気持ちを伝えないといけないですね。仕事柄1日5回以上はありがとうと言っていると。あ、コミュニケーションが多い職場環境なんでしょうか。サンキューも言ったになるのかな。もちろんですよ。感謝の気持ちですので。ね、ぜひぜひ皆さんもお送りいただければと思います。あ、こちらこそいつもありがとうございます。言いましたね。では20時30分に番組を再開いたします。